はい、どうも、たろちょーちご飯の時間ですよ。もう本当に、いよいよ本当の本当に何日目かわからないご飯です。の朝ご飯です。ウインナーとふが焼き、卵に3、あ、切ったのか。はい、で、具沢山味噌汁、腹かゆい。で、サラダ、キムチです。で、いつも通り朝はこの健康のやつ、あ、そうだ、忘れないように僕のやつも。ほんといらん？やだ。俺と、あれとこれ。そうだね。うん、うん、うん、これ行きました。うん、いつも美味しいよ。ん？いつも美味しいよ。あ、そう。うん、俺が釣った汁真っ黒減った。さあ行きましょうか。ほんで一口もいらんの？うん、一口もいらんの？ちょっとだけ取ればいいかな。バーが一番なくたもんせんかいけないの。うん、うん、におったさ、抹茶のゲルがほら、したかったおっねえ、うん、なんで老化相談出るシャンプー気持ちくれ、うん、いや、うん、はい、タイムあなたしんちゃんもどっちどうとかなー。昔あれや、知らんばれやもの、私がためのあれや。いや、別にしなくていいと思うけど。うん、しなくていいと思うけど。話してもいいと思う。あ、そう。今日は、押し入れ、うん、言うな、うん、休憩しよう。いや、今日だ、今日休憩。うん、休憩、どういうことだ、どういう意味よ休憩って。人のがね、ずっと休憩やっちゃ。いやいや、どういう意味、どういう意味かわからない。今日は一日休憩しようって。うん、いや、だって明日だから。あ、そっか、うん、でも明日しかないのよ。うん、やりましょう、うん、日曜日はできないから。うん、で、明後日からはもう小さいの掃除したり、あっち入れたり、こっち入れたり、うん、今日まではガッパラを全部こんな、うん、こういうことだ。あまりやだ、あっちのやつパカッちゃうけやつらばやん。もう弱いんでしょ、これが。タンスの中持ちなっていいよ。ん、違うよ、意味が違う、わかった。な、長持ちは長持ちでしが、うん、長く持っちゃうもんなっていや、うんうん、ちょ、もう一回見てみる、後で、後で見てみる。うん、ピオナナクスイヌダクトン、うん、途中便来てファイファイするさ。うん、
いいことだ。うん、何枚かで長持ちしておごっと終えるわけ。あ、いいね、みさん。この味噌は気分で変えてるの。ね、味噌。なんでよ。味噌なんでだよ。今日はこの味噌、今日はこの味噌って気分で変えてるの？No。どういうこと？月曜日この味噌、火曜日この味噌？No。どういうことや？マネシーで違う味の違い。いや違う違う。何種類か入ってたからどういう使い方してんのかなと思って。たってあっちたんちゃ。三つじゃない？奥のさあっちなんだ。あ、ほうだっけ？うん。手前の石だけ。どういう使い分け？あれはつけば使う。ほんじゃ奥なんち、私が裏かって。あいてやまない。うん。まだあるからいいんだけど、うん、だからどういうふうに使い分けてるのって。使い分けや、うん、そんじゃだし入れ味噌、味噌白、うん、あとにゃねえだね、石が肉味噌、魚味噌、ちくいさ、また別バージョン、うん、他のさあれや、丸子目もろうってちゃうし、うんうん、とうとうのば、うんうん、なんかね、店はねんだ。はいはい。へえものしないで、エコアフォー安いきてて、いや他なんたらや、ふがは見てない。うん、ヤッシーの年暴富豪年。うんうん。アモステンテンやった。トップウッサホーチから、わったいつきやくとち、ちぐかったるだくてや。うん。だった、オプションテンから落ちてたくて。ふがね。うん。アマネがた、発射ちげるわって。うんうんうん。あ、明日、うん、明日の朝ごはんはあるか知らんけど、県政のとこのパン、パン、アイラボイジヒューヌキンホーって言うの言えば、うん、うん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 、そうしよう。なんでもんでも、そっか、うん、あ、10年たんこれは取れるはずやくて、うん、何、うん、僕は昼は外で弁当食べてる、弁当で、夜は今日は出なきゃいかんから、うん、あっちゃで言ってたさ、な、今日があっちゃだからね、昨日話したんだから、あさって来たさ、いや、テレコがパイシがあさってなって言えるわけや、うん、そうそう、もうキムチはいいや、あ、そういうこと、そういうこと、どうですか。あ、これ変わったやつだ。うん。変わりました。平気一覧にやったさって。そうそうそう。いや、これ辛くて。まあね。
さすがに500円以来すごい食ったし。何十年前？ん？何十年前？そんな目やらんだ。大体よ、大体。6、7年前。あ、最近だかね。え？最近だかね。うん。砂糖のトップだってバイクしバンバンチャられてるから放ってきたし、うん、そっか。家、外の家の周りの木を切ったりとかもやってるんですけど、いつも何回も話してくれる。家の中のいるものいらないものとか仕分けしたりのその作業をずっとやってる中で、こういうスルマハエ、あのお椀とかまで入れたら200ばっかり捨てたんじゃない？200倍？うん、あの正月とか宵の時のあれも入れたらこういうのだけで200ぐらいは捨てたんじゃない？あの、うん、そうだけど、まあそういうこと、そんなたくさん。トラン防衛団。ん？いや僕食べようか。いやそんだけたくさん、あのいろんなものをこうやってやってるんですけど、軽トラ2回じゃ絶対終わらんな。今出してる分だけでも2回じゃ終わらん。でさらに今日から、今日まだでっかいの出てくるから。その類が、やっぱ美味しいよ、うん、美味しいっていうぐらい出てます。あの味しちゃうもんし、ガバンオラさんは消えた、今日だと量もちょうどいい、この量もちょうどいい、この量もちょうどいい、わさ、うん、ちょうどよくない、うん、こういうのも50ぐらいはいってんじゃないかな。50じゃ効かんか、まあ、とにかくとんでもない量なんですよ。マイマハイやん。毒やかだらないしがん、スルマハイのうのなるもの、うん、そうだね、陶器、うん、はい、焼き物、これは焼き物なって、うん、確かに絶対持ちたくない。でもこれはほんといいよ、これはほんとに軽くてすごい、うん、薄くて、じゃああんこのフェンチクラッチは満タンよ。このボノスが2位になったんだって、うん、今から手気持ちで打っちゃった、またあっちまで来ちゃった。アリがあんまり多いもんですから、アリが集まってきてそのご飯っていうかそれを持ってっていなくなるよっていうのを買ってきたんですよ。でそれ置いてたらまあ、かなり集まってると、そういう話です。そういう話。ああ。シマフトは定義を変えるもの。うん。
ゆらりてちゅうさあんだけどつこうだねえや。どういう意味ゆらりて。ゆらりてどこゆられたいこの親とか意味さって、うん、どこ足でもうたいこの親ちるみえくとや。ああそう、うん、がおりんちゃん、うん、ゆららすんのうつは今度はピチンちゃんやくとや。うん、その運用の仕方ということね。はいはい、それは使ったことなかった、聞いたことなかった。うん、アンマーが特に昔、うん、マヌパーパーが、うん、チュララシェクマヤナアグマクナルボニブリってガボユララさんバナイサーって。ああ、その話か。うん、もう2週間前の話か。うん、2週間前の話か。うん、いきなりその話するから何のことかと思った。ちゃんと意味が通じとらえちむって、はいはいはい、芋くた旅の、はいはい、そうだね、あれは分からんかったね。うん、あそういうことだったんだね。はいはい、そうです。よし、あの洗濯は間違って入れたのよ。分からんで洗剤入れて柔軟剤のところにもう一回洗剤入れたから、あれが終わったらもう一回回す。うん、罠あれや、うん、あの液体洗剤入れとくないさって。罠の今のほらなかってあらんが今パワーないに、うん、パワーなんていうかコブで液体洗剤入れって、うん、ウリンちゃんをのスイッチ入れてから入れるものちゃさんがね下になってもろん中でつばいたんちょう。スイッチいらぬ金入れ入れぼ洗濯物買っているラボナイルバジェイスがやっぱり液体洗剤入れぬの角なん穴ぶげっこなるわけ、うんうん、俺がわかったくた甘とふまとそうてガシブ42リッター47リッターちゅん洗濯物の量し、うんいじるわけさ、うんうん、あんまない、うん、で、俺あの石鹸の液体石鹸でつけ俺がプタマ、うん、うん、で、入れてガチが薄さだけさやっぱり納得のなやらだなって言って、はい、黄色いあんなんぺんちんちゃん入れんちゃ、うんうんうん、色もないばないに中止がさって、勝手にしちゃかって思った銃なんだ。下って言ってもあの横のこんな横っちゃのこれコロコロ回るところの銃なんだ。そうそうそう、入れちゃう。はいはいはい、そうね。で僕間違って柔軟剤入れに洗剤入れたのよ柔軟剤かと思って取ってやったらあーってなったっけ。だから洗剤2回入れたからあれ終わったらもう1回回そう、その方がいいかも、うん、ということです。なんだっけ。この場合、日本長い。ああ、そうそう。アンマーフガ焼き、高級ウインナー、サラ、愛知から来た玉ねぎ使ったサラダ、具沢山味噌汁。世論の皆さん、A コープで売ってますからね、A コープで。これ美味しいです。あとなんだっけ。木島大好き、もちきびご飯。以上かな。今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ガンバーちゃん。ガブー。